はい、では、第23回現代サッカーアーカイブ、ということで、今日はですね、町田浩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、矢野俊博と言います。よろしくお願いします。聞き手を務めます。はい、ということで、最初、90分ほど、町田さんと、私で、自分がこう、インタビューのような形で、しゃべ、あの、お話ししていただき、で、10分休憩を挟んで、で、その後、質問など、受け付けたいと、思っておりますので、その休憩のタイミングで、質問などを、見ている、方々からも受け付けたいと、思っておりますので、また案内が、詳しくあると思いますけども、Q&A 機能というのを、使って、質問してくださいと、いう形になります。よろしくお願いします。はい、で、早速なんですけれども、今日は、町田さんの代表作を、ご自身で3作選んでいただき、で、それについて、中心的に話すということなんですけども、クッスン大国と、告白と、あと湖畔の愛の3作品ということで、で、クッスン大国って小説デビュー作、町田さんはその、音楽活動もやられていて、で、その後こう文筆活動とか作家活動になると思うんですけど、その辺の、経緯といいますか、そのなんでそんなことになったの。そういうことですね。最初ですね、10代の時にですね、その外国のロックとか聞いてたんですけど、そのうち1976、7年頃に、その英国でですね、パンクロックみたいなのが流行りだして、で、そういうのを聞くうちに、ちょっと感銘を受けた部分もありましてですね、それどういうところに感銘を受けたかっていうと、なんかそれまではこう芸事として やってたのが、割とこう率直な感情とか、日常的なその出来事とかを歌ってるらしいということを、こういろんな紹介文雑誌で紹介されたりとか、映像を見たりしながらで、見た目の、印象もですね、なんかちょっとこれまでと違ってるような感じで感銘を受けまして、で、そのこと自体はその年代の、特有の、よくあることかもしれませんが、とにかく感銘を受けまして、で、自分もやってみようということでやってたんですけれども、当然そんな程度で感銘を受けたぐらいでうまくいくわけもなくそうですか。いろんなことやりながらやってたんですけども、それでそのうちにですね、ただですね、と同時にですね、そもそもその子供の頃から本はそこそこ読んでたんですね。で、その本を読んでたことで、そのたまたまいろんな偶然が重なってですね、その自分の語彙というものがですね、ちょっと違ってるなっていう感じはあったんですよ、自分の中に。いわゆるその今ならある程度説明できるんですけど、その頃はちょっとはっきり説明もできなかったし、もしかして自分はおかしいんじゃないかとも思ってたんですけども、それパンクをいろんな例えば対バンとかする中で、自分の、書いた歌詞がちょっと違うなって、そうですね、違うというか、話しててもね、話してもあまりお前の言うことは分からんという感じがあったんですよ。でもそれはしょうがないですからね。で、そのまま歌詞を書いたんですけど、そうすると、そういうのに、着目してくださる方がいらっしゃってですね、詩集を出してみいひんかっていう話になったんですよ。で、詩集を出してみいひんかっていう話になって、で、詩集を出したんですよね。でも詩集を出した時もやっぱりそういうふうに、そのいわゆる、文学史的なというか、普通の感じではちょっとやっぱりそういう出どころが違いますから、ちょっと違った感じになって、で、特に別に特段
何もなかったんですけど、出したからといって。ただまあそういうのをやってるうちに、この何ていうんですかね、その刺繍に着目してくださった方がやっぱりいらっしゃって、その何か雑誌で、連載っていうか文章を書いてみないかみたいな話が時々その舞い込むようになりましてですね。でそれもまあ特に何を手本にするわけもなく、この無手活流って言いますかですね、そういう感じで書いたんですけども、それもやっぱりその語彙がおかしいからなのか、まあいろんな経験が、いわゆるその、いわゆるその文章を書こうと思ってそれで身を立てようとか思ってることではないですから、まあ音楽をやってたわけですから、ちょっと少し違った感触があって、でそれを見て面白いと思ってくださった方がいて、で小説を書いてみないかと、こういうふうに言われましてですね。文章というのはエッセイを最初、そうですね、随筆というか詩を出して随筆など書くようになって、はいはい、それから小説を書いてみないかという話になって、あの最初のデビュー作を書いた、屈寸大国という小説を書いたと、はい、まあ大体の流れとしてはそんなことですね。なるほど。刺繍はあの空下っていう、あの今そうです、あこぼになって、はいはい、でエッセイと一緒のやつはあれは絵時期とかの時期っていうことですかね。そうですね、本になったのはちょっと後ですけど、はいはいはい、まあその前ぐらいから前後してこの何か、その雑誌に連載したりとか情報誌に連載したりとか、そんなようなことは始めてたように思います。なるほど。あのごめんなさい、屈寸大国の話に行く前にもう言ってなきゃなんですけど、はい、そのバンドやってて、はい、まあまあ、ジャンル的にはパンクがあると、はい、でそのパンクの歌詞っていうのは大体なんかパブリックイメージとしてはどういうもので、で町田さんとしてはなんかどこがずれてるかと思ったとか、なんかそういうのってありますか？あ、なんかね、あのロック全般そうなんですけど、やっぱりあの演劇なんですよね。ほう、演劇、まあ、ちょっと違うなと思ったの、うん、パンクっぽい演劇をみんなでしてるみたいなことですか？そうなんですよ。だから、あの違う、なんか違うんですよ。つまりあの普段会うてたら、はい、なんか徳さんとか鶴ちゃんとか言うてるやつが、はいはいはい、急に外人になるんですよ。なんかやりだすとえーってなるんですよね。なるほど。それでそういう演劇芝居なんですよ、うん、要するに衣装を着て、なんかそれらしいセリフを言ってると、で普段の生活してる感じと違うことを うん、やってることが、こうなんかしらじらしくてならなかったんですよね、うん、なんかでさっきので徳さん鶴ちゃんって言ってたらなんで急に外人なんのっていう感じがあって、それでそこをこう統一を語彙においても、なるほど、まあ、もちろん自分の語彙っていうのは非常にその書簡の後期というかね、うん、なんかこう仏教種っていうかね、なんかそういうもんなんですけど、まあ、それはそれでしょ、まあ、自分がそういうことでしょうがないんだけど、まあ、出てくるのはしょうがないけど、自分のこの生活感覚というか日常で言うてるようなことで言おうとすると、まあそれがあのその、犬っていうのでやって、まあ一番分かりやすいのはその今でも買えるもんで言うと飯食うなっていうアルバムがあるんですけど、それなんかで言うと、まあ非常にこの普段この喋ってるような言葉が出てきたりとか、あと高校生でしたから、その頃学校で授業で習ったような言葉が出てきたりとか、学校の先生が言ってきたことが出てきたりとか、あとその時よく読んでたその例えば大江健三郎さんの小説の一節を引用したりとか、よく聞いてたその落語のセリフを引用したりとか、なんかそういうことがそのままぐちゃぐちゃにしてストレートに出すと、そういうようなやり方がやっぱり他とはまるで違ってたと思います。なるほど。今でこそまあそういうやり方もやる人も普通ですけど、その頃はもうちょっとみんなその白っこかったなっていう感じがしますね、うん、なんか。なるほど。いや面白い話ですね。あでもまあちょっとそうですね、あの屈寸大国の方に、あの、今そのデビュー作なんですけど、はい、そういうじゃあある意味こう言語に対する意識みたいなものがあって、はいはい、でまあでもそれも結構もうその時点であのおそらく本当に音楽はまあパンクに限らずですけど、その
パンクならパンク的な語彙で、多分やりたくなっちゃうとかそういうのにこう縛られちゃうところもあると思うんですけども、まあ、あのそこには違和感を持って、まあ、らしたと。でそうするとじゃあ小説書く時も、はいはい、あのじゃあ小説書こうって言った時に、はい、あの小説らしい語彙でとかあの人は考えちゃう気もするんですよね、そのあたりは例えばあの書いてる時に、はい、今のその小説シーンみたいなものとか、あるいは今まで自分がじゃあ大江健三郎なら大江健三郎とかとのなんか延長線上にこうかなみたいな、そういう文学史との接続の意識とか、そういうことって考えたりしたんですか？そこは考えた部分もあるし、考えなかった部分もあると思うんですね。で、まあ書き出した頃はあまりそういうそのことを知らなかった、知識がなかったというか、うん、現代の小説がどういうふうに書かれてどういう意識を持っているのかというのはあまりその 現場の感覚といいますか、時代の空気感みたいなものはそれなりに感じてたと思いますけれども、それほどこう熱心に追ってなかったんで、分かってなかったからあまり考えてなかったというのもあるけれども、その一方でその土中三年時代っていうのがありましてですね、これは1986、87年から90年ぐらいにかけてですね、バンドブームっていうのがありましてですね、岩さんには聞いてます。でいろんな仲間、一緒にやってたやつとかも一緒にやったりとか、でこうそれらしくうまいこと作ってこうパッケージして売るみたいな、そういうのあって、で当時日本もその、イカ店、まあ、僕ちょっとあんまりその正確な、はい、その経済的なことは分からないんですけど、まあ、バブルで、はいはいはい、景気が良くて、まあ、そんな感じな時だったんで、なんかちょっと違うなと思ったんですね、その時なんかこう、はい、自分がやろうと思ってた感じと今のこの感じってちょっと違うなと思って、で一切表立った活動を3年ぐらいやめて、この家にこもってた時期があるんですね、でこもった時期に結構ねその初めて、まあそれまで本は読んでましたけど、その日本文学みたいなもの、それも偏ってますけどね、でそういうなんかものは割とこう、あんまり良くないんじゃないかと思ってたんですけど、はいはいはい、あ今まではあのその音楽をやらなきゃいけないと思った時は、あ、はいはい、なんかこう何ですか、独特のこの湿度って言いますかですね、はいはい、なんかこの内面と言いますかですね、そういうものがですね、はい、うざかったんですね、まあ、今の言葉で言うと、あなんかこうそういうのをもっとなんか内面がうざかったんです、ね、なんかこう、はい、何をぐずぐず言うとんねんみたいな感じがあったんですけど、あのそれをいざ全部読んでみると非常に面白く楽しくですね、あ今まではその文学の、まあ、いわゆる文学と言われてるものの、だから現代今こう今の潮流とはまた別にもう忘れられた古本屋のワゴンで売ってるようなものですねまだそういうイメージありますもんね、でそういう なんか内面みたいなものがあのうざいと思って遠ざけてたものを、その時に読んでみたら、はいはい、非常に面白く楽しかった。それが26、5、6か6しかそのぐらいの時ですかね。でそのことがあったんで、はい、と意識してそれに近づけようとは思わなかったです、はいはい、だからデビューした時に変なやつが出てきたっていうので、例えばあの新聞記者の人とか話、はい、ちょっと気がしてくれてこういらっしゃいますよね、はいはい、そうするとこの小説を書くときあなたは何を意識しましたかって聞かれる、はいはいはい、聞きたくはなると思います、で、はい、何を下敷きにしましたかって、うん、何を参照しましたかとか、うん、そういうのを聞かれるんですけど、はい、そういう意味では何にも参照してないんですよ、はい、ただその自分のこの中にはそういうものが確実にあったっていうのは、うん、それもちろんその前に読んでたものあったしねっていうのは、それはあるんで、こう意識はしてないけど、自分の中にそのなんていうんですか、言葉の塊は確実に入ってたなっていう感じがしますね。なるほど、なるほど。これ分かりますかね。分かって言うてることが。思ってますけども、いや僕はですね、ダダオサムが好きだったんですね。
で、太宰治が好きな延長で町田さんの小説を結構好きになった経緯がありまして、で、まあ、当時町田さんは太宰治をめぐる対談とかもされてた覚えがありますけれども、まあ、そんな自分からすると、まあ、太宰治を下敷きにしたとは思いませんけども、まあ、何かしら入ってるなっていうことを、まあ、勝手に感じてはまあいましたね。太宰治もそうですし、いや、まあ、なんか太宰治なんか特にそうかもしれませんけど、一番その時思ったのは内田百軒ですね。おお、そうですか。犬っていうバンドやった時に、僕はその時内田百軒なんか一行も読んでなかったんですけど、ギターのやつが結構読書家で、なんか僕は結構ね、話しようってこうやって喫茶店とか入るじゃないですか、で喫茶店入ると、あの頃は喫茶店に入ると灰皿があったんですよ、絶対に、でみんなタバコ吸ったんですね、で水とおしぼりと、あと、まあ、角砂糖の中とか置いてあるんですよ、なんか入れるやつとかね、いろんなの置いてあるんですよ、テーブルの上に。うんうんって話するうちに、だんだんみんなタバコも吸うし、頼んだものも運ばれてくるしね。で僕はそれが嫌で、全部まっすぐきっちり対称になるようにこう揃えたんですよ、スプーンとかも全部疑似でやったら、お前何やったんやって言われて、お前人の話真面目に聞いてんのか、さっきから何やってんやって言われて、いや俺これ絶対こうなってないと嫌やねって言ったら、お前うちで100件やなお前って言われて、でその時は忘れてたんですよ。それから、でそれからその27ぐらいの時に、内田百軒の何やったかな、なんか全部そうなんですけど、書いてることがもう共感の嵐なんですけど、一番思ったのが、もうこれは今も自分は、今自分の財布を見てもうたら、ここで見てもうたら分かるけど、内田百軒が、俺は財布の中で札が入ってると、紙入れの中に、それの向きが全部揃ってないといけないっていうのが書いてあって、でそれはやってると、ただ俺は俺はとは言わんけど、自分は、それはいいけど、だんだん気になってくるのは、向こうから道歩いてると人が歩いてくると、いっぱい人が歩いてくると、このいっぱい歩いてくる人の中の財布にバラバラに札が入ってるのかと思ったら、もういいよ、もうすごいそれを直したくなってくると、でも知らん人やから、ちょっとすみません財布見せてくださいって直させてっていうのはできないと。で僕はね、銀行強盗をやりたいと、騒ぐなって言って、全部さすがそろえてでそう綺麗にして出たいみたいなこと書いてあって、まあさすがにそれはね、物書きですから人を笑わそうと思って書いてるんだとは思うんですけど、なんかそれすごい分かるんですよね。なんかそれでそういう部分は非常にこの、まあ太宰治にもそういうこうものに肯定するところありますけど、そういうことをその書けるっていうことのその自由さっていうんですかね、普通それはなかなか感覚としてはあっても、その人に理解できる形でそうやってその感覚をその言語化して出すことはできないわけじゃないですか、それをやられてみると、あ、こんな自由でこんな面白いものがあるのかというふうに思っていたという、なんていうか、そのことに気がついたというのがその27とかそのぐらいの時だなということですね。なんかこの作品の中でも、こうフォーク並びをしないことにはすごい気になるとか、卵をこう前から入れ替えてないとって、あの辺はなんかそういう、割とそういう意味では率直な感じなんですかね。そうですね、まあ率直な感じっていうと、いや俺はもっとちゃんと文学的効果を狙ってねやってるだけで、自分の感情を垂れ流したわけではない、そんなもんって言いたいけど、まあ割と率直な感じですね。なるほど、いや、くすんだ、その、いや、すごくこう、多分当時、まあ自分なんかその書評とかですね、まあ当時こう見ながらですね、まあ語りなんだということを、まあよく
そう、はい、書評なんかではそういうことが多かったと思うんですけども、でまあ今その義兄貴のお仕事とかもありますけども、はい、語りであるとか、はい、で後々、まあ、告白の話ではもちろんその浪曲的な部分もきっとあると思うんですけども、はい、語りの芸であるその小説はまあこうやってこう目してこうやって書くっていうこともありえますけども、はい、もうちょいこうおしゃべり的に書くこともあると思うんですけど、なんかそのあたりの意識とかあったんですか？まあこれも、いろいろいろんなところで話しましたけど、とはいうもののどうしたらいいのかなっていうのはありますからね、はいはいはい、書くとき、はい、だからこの語りって言ってもまあいろんな語りあると思うんですけど、九寸大国を初めて書いた時は、一人語りと、はいはいはい、一人称の独白体と、はいはい、これはね割とこうそんなに難しくないんですよ、うんうんうん、書くのに、うんうんこれはですね、小学校の時にですね、素人名人会っていうのがあったんですよ。で、素人がテレビでやったんですよ、うんうん、で素人がテレビに出て歌歌ったり、うんその落語やったりするんですよ、漫才はあったかな、うんうん、いろんな芸をするんですよ。テレビで、NHK とかで、で、それに対してプロが公表するんですよ、はい、で賞を出すんですよ、うん、それを見ててですね、それでおじいさんが入賞したんです。あ、松田さんの、いや、知らないおじいさん、あ、知らないおじいさん、はいはいはい、そしたらそれを見てた桂米朝が、はい、あんたうまいこと考えたなっていうわけですよ、それは、一人酒盛りという落語家だったんです。一人酒盛り、一人酒盛りじゃない、寄り合い酒という落語家だったんです、はいはい、でそれは話の構造上みんなで集まってお酒飲んでるんだけど、うん、全員がこう料理が知らないから、カツオで出汁取れって言ったらカツオの出汁取って、その知識がないからこうカツオの出汁柄だけ置いといて、残った出汁を捨てちゃって、うん、お前あれ捨てたの、あの湯いるかとか、なんかそんな話なんですね。そういう失敗がオンパレードなんですけど、それをそのおじいさんの演出は、何やってんねんって、その相手の行動を自分でそんなことしたらあかんがな、何それ、何をそんなこと、うん、何してんねんっていう、この相手の描写を自分一人でやるんです、うんうん、なるほど。でそれだったら、うん、あんたなって、うん、前に出た時に会話が下手やったよなって言って、人物の描き分けが下手やったと、それ言われて、あ、そうやって一人で相手の行動を描写する演出をやったんやなと、うん、あんたお前のこと考えたなって桂米朝が言ってるのを聞いたのを覚えてて、でその時に書く時にそれをまあ意識してたわけではないんだけれども、なんとなくね。それともう一つ大きかったのが、筒井康隆さんの「夜を走る」っていう小説があるんですよ。これはタクシーの運転手さんの一人語りなんですよ。これがむちゃくちゃに面白い大阪弁の、ベタベタの大阪弁の小説なんですね。これも、いろんなお客さんが乗ってくるんですけど、そのお客さんがは、ほとんど喋らなくて、お客さんの行動やその顔とか全てそのタクシーの運転手が一人で描写して、うん、一人で、やってるんですね、うん、それがすごく好きだったんで、それを合わせたようなものに結果的になったんですけど、うん、まあどこまで
その意識っていう部分ではしてなかったんですけど、事後的に考えれば自分の頭の中にそういうものがちょっと残っててですね、まあ、こんなんやったら楽なんちゃうかっていうふうに思ったような気がします。まあそういうことに後で熱度したのかもしれませんけど、なんかそういう感じがしますね。まあそうですね、僕もこういうことを意識したんですかってこう聞くのもちょっと、ね、心苦しいのは確かにあってですね、書いてる時にきっとその、ね、何かを意識するともなく意識せず、しかしどっかで意識してもし、まあ、例えばかもしれないぐらいのね感じっていうのは、誰かがなんか歌歌ったとしますよね、適当に、で俺の A 曲 A メロディー思いついてんって、それビートルズのあれやんみたいな、なんかそういうのあるけど、でそれ実際裁判になったりとかする例もありますけど、でも王道のものって大体なんかこう別にパクるとかそういう意識なくても勝手にそうなっちゃう時ってありますよね。それまあもうちょっと小説なんかはそんなメロディーのようにその要素のもうちょっといろんなことありますから、そんな分かりやすい盗作みたいなことにはなりませんけど、このやり方ってこれだよねとか、なんかそういうのもしかしたら同じような形でどっかに残ってて出ちゃうっていうのはあるかもしれないですね。まあ、町田さんの作品がほぼ一貫してやっぱそういう瞬間みたいなことをやっぱ描いてる感じがするので、まあ、だからこそこうやってそれこそ内面うざい話じゃないですけど、まあ、こういうことを書きたくて書きましたっていうのとも、まあ、違うような感触を持ってるので、まあ、こういうこと意識したんですかみたいな聞き方も、自分としてはその主題みたいなものが最初あって、まあそうですね、主題だったりなんかこう明確な何かみたいな、まあ、ある時はあると思うんですけど、で一方でのまさにクッスン大国の出だしとかも、そういうふうにこう読めるというか、ちょっとこう酒に、まあ、3日も飲んでいないのであってとこう始まるわけで、でまあたまにこう酔っているようなって感じで、ちょっとこう酔狂な感じでこう始まっていって、でただこう鏡を見て自分の顔が変であるっていう話にこう展開してくるんですね。で鏡を見て自分の顔が変である、でこれはあの大黒様のようだっていう風になって、でそうするとまあ読み手としてはですね、なるほど、こう語っている私がここで大黒様っぽくなっていて、でこの大黒様はヘラヘラ笑っていて、こう倒れた時に自分で立ち上がることができない、なるほど、これはこう語り手の私が自立できないヘラヘラしような状況になっており、でこれをどうしてもこう立たせようってやってるんだけども、うまくいかない、そして、もうこれは自分は大黒を捨ててこますというふうにこう物語が始まるっていう、このこう冒頭なんかをこう見るとですね、そういうのはまあ話のラインとしては、そういうこうヘラヘラした自分っていうものを、まあ、捨てる物語として始まってんなみたいなことは読みとしてはまあ思うんですよね。いや僕が思ういい作品っていうのはですね、そういうふうに読めることは読めるけど、そういうふうに読めることは大事なんですけど、小説を読むときにね、でも最初からこのことを書こうと思って、その書いてる小説ってなんか、あまりいいように思わないんですよね。つまり、自分が読むときがそうなんですよね、小説を読むとき、いろんな小説読みますよね、で詩読みますよね、だからもう分かるんですよ、その分かるのが快感なんですよね、なんかね、でもそれは絶対そうかどうか分からんけれども、その読みができるっていうのはやっぱり嬉しいですよね、それをちゃんとそれが明確であればあるほどいいんだけど、もちろん、もちろんいいんだけど、最初から分からせようと思ってそれを書いてると、やっぱりね面白くないんですよ、なんか、それもう言えちゃうから最初からそうですね、だから言えないものを書こうとして、書き続けてかなりの分量書いて、で全部最初から最後までかなり多分おそらくその例えば120枚ぐらいの小説を1日で書くって人はそんなにいないと思うんですよ、やっぱりどんな早い人でも、まあ3日とか4日とか1週間とか、それもっとかかると思うんですよ、1ヶ月とか120枚ぐらいのものでもね、遅い人はもっとかかるかもしれないし、
そんな中で やりながら、うん、その時間が経った時に最後読んだ時に、うん、まあ、短編は別ですよ、短編は別ですけど、はいはい、それぐらいの長さのもんだったら、ああこういうことやったんやなっていうことがこの、割と幅ポイント狭く、うん、その読めるよねっていうことが自分も、うん、書いた自分も、うん、気づかずに、ああこういうことかやったんかって分かることが、うん、やっぱりその、一文字ずつ書いていくっていうその仕事の中に、うん、含まれてる一つの何て言うんですかね、まあ、徳みたいなものじゃないかなと思うんですけどね、うん、そうするとこう、まあ、単純にじゃあもし今これ聞いてらっしゃる方が、あ、自分小説書きたいなとか思っていたとして、こう何て言うんですかね、結末っていうものをこうどう考えたらいいかみたいな質問されたらどうお答えしますか。まあ、小説はでもとは言ってもその人によってやり方が違いますから、こういうやり方でやったらいいよっていうのはこのなかなか、この方法でやったら小説は書けますよって、それは書けるとは思いますよ、書けるけど、それは自分で見つけない限りこの、ね、僕あんまり詳しくないんですけど格闘技あるじゃないですか、はい、でこの MMT っていうんですかね、なんか今の総合格闘技っていうのは、うん、なんつうんですかね、あれ MMT って言うんですか、ね、MMA かの方が強いと思うんですよ絶対に、うん、でそれはなぜかってちゃんと技術が確立されてて、うん、ちゃんとトレーニングしてでその中で強いやつ弱いやつっていうのがあるからですね、はいはい、でもね、それはね、単に強い、なんかまあ面白いんでしょうけど、その中のゲームに入ってしまえば、その動きとかゲームとして楽しむ分には面白いと思うんですけど、前提なしに、なんかこの人間の情動みたいなとこに訴えてくることを見ると、その僕はもう今のプロレスとか見てませんけど、昔のプロレスの方が面白かったなという気がするんですよ。なんかそれは別にプロレスファンでも何でもなくて自然にテレビでやってたから子供の時見てたんですけど、で僕はあんまりその演劇性が強くてアントニオ猪木って好きじゃなかったんですけど、うん、インタビューかなんかを YouTube かなんかで見て、まあ割と率直に言ってたことは、俺はねもう誰も教えてくれなかったと、で自分で全部やってるからもうどうやってるかすら自分では分からないと、で人に教えることもできないと、でも今はみんな教えてるけど、うん、俺は自分で全部やったからって言うんですよね、でそれ多分ね自分ではできないと思うんですよ、おそらく普通の人は。だからある種何か天才的なその勘とか素質があったからできたと思うんですけど、でもねやっぱりそういう方がね面白いんですよね、なんか見ててね、なんか予想がつかないっていうか、なんかこうでまあもちろんショーエンターテインメントとしてやるわけだから、その、計算というか、そのコントロールできてる部分本人が、それは僕見てて調べたんですけど、そういう何とも言えん人がやっぱり心が動かされる部分っていうのは、なんかそういうコントロールできてない、どうやってんのかも自分でも分からんし、どうやってんのか人にも教えられへんっていうものの方が面白い、ただ負けるでしょうねっていう気がする、つまりその普通に強い本当に強いやつと戦ったらまあ瞬間でボコボコされるだろうと思う、でもそのボコボコされてるとこすらなんかある心の動きがあって、勝っちゃえってわけじゃないんだよっていうのが何か感じるんですよ。でまあそれはまあ非常にその効率性というか効率というか、なんかそういう主義で考えるとおそらく負けるでいくし滅びていくんだとは思うんですし、別にそれをなんかこう美化しようとは思わないんだけど、そういうものの中にその人間がね
とはいうもののですよ、その有限の命を生きて、結局まあおそらくもう死ぬ時に俺は全てやりきったっていう思えることはほとんどないと思うんですよね、うん、ああしまった、あれやってなかったっていうことが、うん、まあ、最低の1個あると思うんですよ、いっぱいあると思うんですけどね、僕なんかいっぱいあるんですけどね、こうやっといたらよかったそういうふうに考えるって、こういうふうに考えると命有限の有限性みたいなのを考えると、そういうふうになんかわからん方が好きやなっていう感じはありますね。なるほど。まあ今やっぱりこう最初に読んだ魅力っていうのは、自分はやっぱりそういうところをまあ感じたと、まあ当時は思ったと思うんですけど、うん、まあ当時こう例えば、まあ、これ三浦正史さんの解説ですけど、うん、まあ、さっき言ったようにその太宰治とか坂口安吾とか、はい、あと織田作之助とか、はい、いう名前が出てきたりとか、はい、あるいは岩の芳名っぽいとか、はい、多分こう言われてたと思うんですよね、はい、でそれやっぱりこう共通するのは共通するのかな、話してるうちになんだかよく分かんなくなってくるっていう、最初は、こういうことを、まあ、太宰なんての魅力とか、僕なんかそういうとこ感じちゃいますけど、なんか目的があってこうやって話してたのに、うん、話してるうちになんか自分の言葉に引きずられちゃうとか、話してるうちになんか最初の思いと違うことに結果的になっちゃうとか、うん、まあ、そういうところが自分なんかこう感じたところですけども、はいはい、まあこうなんですかね、話すうちみたいな言葉にこうちょっとこう横やり入れられちゃうみたいな、そういう感じっていうのはあるんですかね。何語で考えるかによって言うてる内容変わってくるやろみたいな、なんかこう言ってたらその気になっちゃったみたいな。英語で喋ってたら外人みたいになってたみたいなそうなんですかね、どうなんですかねごめんなさい、例えばですね、なんかいいとこがパッと出ればいいんですけれども、例えばですね、まあ、大国を捨ててくるってそもそも言うところも、はいはい、いやまあつまり、自分がまあだからこれ文学史的に言うと饒舌体っていうやつ、饒舌説話体っていうふうにまあ当時言われたもので、饒舌説話体って何かって言ったら、要するにまあ高見順とか昭和の作家の高見順とかがちょっと書くことが、まあこれは思想的な背景もありますけど、左翼運動を挫折して思想的に空白になってしまったと。でその時に書くことがないから、とりあえずそれこそ自分の頭の中をちょっと書いてみて、で書くと、その言葉がに対して説明がしたいから、さらにこう書いていくと、でそうするとそもそもこう目的がなくなっていくみたいなことが、なるほど、はい、ありまして、でそれはまあ当時の批評家は、それは自分喋っている自分のことを見つめて、でその自分に対してまたこう言っていくから、すごい饒舌になるんだみたいなことをこう指摘していたんですね。で町田さんの小説を最初に読んだ時も、特に屈寸大国と夫婦茶碗ですけども、最初に言うた一言に説明もしなきゃいけないし、理由がないから、うん、それは何なのか説明すると、その説明にもまた説明が必要になってきて、でそれ説明すると、それは普通のことちゃいますのって僕なんか思うんですよ、つまり何か思想があって、その思想に対して何かこう言えれば、それはもうみんな誰が言っても同じことじゃないですか、それは、うん、っていうか誰が誰の脳も一個にするために思想があるわけじゃないですか、まあ言うたら。でもそれはもうそんなもの、なんていうんですか、実体がないということはもう今や、はい、誰もが分かってることじゃないですか。今や誰もが分かってる、はい、そうすると、その自分のたまたまの発語に対して、うん、はいはい、
ストーリーを使ったりね、はい、それ言葉を使う人もいるし、あの描写を使う人もいるし、かあのその話題を使う人もいるし、筋を使う人もいるし、いろんなことをして説明するっていうのは別に普通のことちゃいますのっていう気は僕はしますけど、なるほど、それすんのが小説ちゃうのって僕は逆に思いますけどね。なるほど、いやだからそういうところにもすごい、まあ、どの小説もそうなってるかと言われたら、なんかそうなってないような気がするって、まあ、僕は思っちゃうので、ね、そこに多分惹かれたんだと思うんですけども、そうすると、まあ、じゃあクッスンの役が、まあ、それなってないのは、はい、何かを一応あることにして、あることにして、はい、そうですね、でやると前提を作ると、多分そのやり方しなくてもできますよね、ここに家がおませと、それええやんけ、いやこれ松ありますけど、ええやんけみたいに言うたら芝居見られへんじゃないですかね。あるんだっつってんだから、言ってんだろ、そこ通るな壁やからみたいな、それはもうあることにしてるっていうことですか、はいはいはい、それは何でもそうでしょ。でもそうですね、そうですね、まさに五千本の J-POP だってそうでしょ。五千本の J-POP もそうかもしれないです。ここに愛があるんだよっつって、ね、そういうことかもしれない、ありがとうございます。あれ「クッスン大国」と「夫婦茶碗」とあって、これはもうまあ一読者としての印象でいきますけど、あの「キレギレ」などがあって、まあちょっと短編といいますか中編といいますか、100枚、おそらく100枚ぐらいの作品が続いて、でその後こう、まあ、今日あの選書もされている「告白」、これもすごいボリュームなわけで。この辺の、長さ的にもそうですし、はいはい、まあ、今の話の流れで言うとやっぱ三人称に、まあ、三人称の松田さんのこれ以前の小説、はい、あのちょ細かいところ、はい、記憶としては曖昧ですけど、はい、まあ、自分にとっては三人称の小説だなという印象もすごくありましたが、長さという点とか、はい、三人称っていうことになんか変態度変更の感じがあったのかとか、はいはいはい、態度変更についてはもう割と明確でしてですね、なんか小説を書いてるとそれの技術が上手なってきたりとか、得意なことだけやってるとそれがこう洗練されていったりとか、割とこうなんていうんですかね、こう自家薬老中のもんっていうんですかね、なんかそういうものになっていくんですよね。そうするとね、なんかね、ええんかなっていう気がしてくるんですよ、これで。ええんかな、ええ、もう書かなくてもええんかなってことですか。っていうかね、その苦労 しないじゃないか、そうすると。あ、もうだいぶ洗練されると。割とこう技術でできちゃうじゃないですか。はいはいはい、そうすると、これでええのかなって、もっと、なんか無理をせんと、なんか自分は腐っていくんじゃないかっていう気がするんですよ。うんうんうん、その要するに楽しててええのかなって。はい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 。で、それは何のために言ったら理由ないんですけど、なんとなくそれは、感覚的に言うと、はい、お前、そんなことしとったらな、バチ当たんぞみたいな、なんかそういう感じに近いんですけど、なんかこう昔はあったんが、浅はかな友人と一緒に車運転してて、車乗って僕助手席乗ってて、浅はかな友達が道混んでるわけですよ。ここ左から行ったらええんちゃうとか言ったら、お前そんなことしたらバチ当たって、バチ当たって、あのもっと時間かかったみたいな、なんかそういう感じなんですよ。だから割とこのやるときはですね、今までやった技法とかそれをこうこれやったらこうなるなっていう予測つきますよね。そうすると、はい、こういうやり方でこういう題材をやって、うんうん、こういうふうに変えていったらこういうもんが出来上がるなっていう、うんうん、ものじゃないことをなるべくやっていきたいなと、それは今でも思ってましてですね、でまあただ最近は一個の仕事するのにちょっと時間がかかっててですね、あのなかなかこう一個の仕事が終わらないんでずっと同じことやってるんですけど、それはまあそれでしょうがないとして、あの一つの技法をこう使い続けないっていうのは、なんか別にそれが人に飽きられるからとかそういうわけではなくて、バチ当たるからっていう感じであるから、それをやるときはね、大阪弁はやってみたいなと思ったんですよ、ずっと。大阪弁というか関西弁は、ただやっぱり書き出した頃っていうのは関西弁をもろにやると
逆にだから関西弁で小説書こうとするとなんていうんですかナレーションっていうんですかねナレーション叙述の字の文っていうんですかね、はい、ああいうところは、普通のニュートラルにやって、はい、鍵括弧がそうですね関西弁になりがちですよね、はい、でもそれはできなかったんですよね、うん、ちょっとあんまりにもあんまりになってまうっていう感じになって、うんうんうんはい、もう要するに大阪に引っ張られるっていうか、はい、その逆に自分が大阪弁とか関西弁分かる分なんかこう、はい、それこそおっしゃってたように関西言葉に引っ張られて内容がそっちにこう傾いていってしまうっていう、うん、さっきおっしゃってたような意味で、はい、それがねちょっと無理やなと思ってていつかやりたいなと思ったんですよ、うん、で告白ってのは新聞連載小説で、はいはい、あここでちょっと一回やってみようかなと思って、うんうんうん、関西弁というのを、はい、このやってみようと思ったのが一つ。それからその音楽のところでその演劇っていう話しましたけど、やっぱりその昔からその土俗土着っていうことに関しては、はいはい、あるいは卑俗でもいいんですけど、はい、なんかそういうあの、いわゆるその、だんだん人間が例えば先進的なもう地域と後進的な地域があってこうキャッチアップしていくんだみたいな考え方に、うん、その近代化とかねそういうことも関して、うん、なんとなく反感があってなんか、うんうんうん、俺は土俗やみたいな、なんかそういう、うん、気分みたいな、うん、実際にそれを行動にしてるかどうか別として気分みたいなものがあって、でその子供の頃は、私は河内ではなくて泉の国で、父親は、はい、奄美大島なんですけれども、うん、母方が、泉州で、で泉州、まあ、大阪市内に住んでましたから、はい、泉州の方が近いわけですよね、はい、で奄美大島の文化ってあんまりそんなに直接触れることはなかったんですけど、言葉やなんかも泉州の言葉だったんですよ、うん、でそういうところでこうやっぱりね親なんかからすると自分の両親なんかからするとやっぱりそういう土俗なものとか言葉遣いとか、うん、ああいうのは遅れてるものだと、こううちダメだと、うん、そういう中の一環として河内音頭っていうのもあって、うんうんうん、河内音頭を歌う子供なんかが歌うとそんな下品な歌を歌っちゃいけません、あもっとなんか、うん、なんていうの、あの何が上品だったんですか、だからあれですよ、知らんけどもっとこう西洋の音楽聴きなさいみたいな、なんかそうです、まあ土着のもんだったと、ね、そういうことです。これが理解、今の人理解できるかどうか分からないんですけど、当時はそうな感じがあったんですよね。今はもう別に若い人でも、うん、なんていうの、そのためらいなく三味線弾いたりね、尺八吹いたりするのかもしれないけど、はいはい、その地元の民、まあ、民謡というか、まあ、これは河内音頭ですけども、うん、そういうなんていうかね、そういう土着的なもの自体がちょっとそういう風にこう否定的に、だから富岡妙子さん が,、うんはい、がおっしゃってるの聞いたことありますけど、なんか親に三味線を習わされた、自分はピアノを習いたかったのにみたいな、なんかそういう感じですかね、なんかそういう雰囲気ですよ、うん、その中でやっぱりだからそれはその、パンクロックみたいなのやった時もそのまあ白濃いなと思ったことで、割と日常とかその落語や漫才やの言葉を伝統芸能ということすら意識せず取り入れたいと思ってたのと同じように、このいわゆるそうするとどうしてもそのなんていうんですか、あの土とかね、長塚隆とか、ああいうなんかこう土着、あだそれこそ長塚隆がやっぱり字の文が標準語で、あの鍵括弧の会話文が北関東の言葉なるじゃないですかね、だからああいう、あと内容的にもなんかこう、言われてみればそうですね、なんかなんつうんですか、ああいう感じになるじゃないですか、陽気浮気にはならないじゃないですか、なんか貫通とかなんかね、不倫とかそういう感じになりますよね、話題も、まあちょっと突き抜けてるのがせいぜい深澤志郎でね、なんか深澤志郎はちょっとでもモダンな感じもありましたけどね、なんかだから土着的でかつモダンな感じもあって、なんかこうやっぱギタリクラシックのね、ギタリストですから、あと、
笑えるじゃないですか。なんか笑えます、笑えるっていうか、こう、はい、人間のどうしようもないところまで行くから、あ、ね、あの根源のところまで行くからいいんですけど、す、ね、ああいうなんていうんですか、まあ、ある種その、まあ階級的なものの見方っていうか、なんかそういうもの、そのクラス感っていうのはなんか反発があって、で、あの、なるほど、で、あの、それはずっと結構あるから、あの、そういうことは、あ、いつかやってみたいなっていうふうに思って始めたのがその小説です、ね、なんかこれはもう本当にもう、ね、なんていうんですかね、まあ、ある意味こう後から、まあ、年齢が、はい、あの、まあ、じゃあ高さんの方が先輩になるわけですけど、はい、あの、自分の経験で言うとですね、はい、河内音頭がヒップだったっていう、はいはい、なんか噂が自分の中ではこう流れていて、はいはい、つまり河内音頭再評価みたいなのがあったんですよね、はいはい、あの自分が高校生ぐらいの時に、レゲエの人とか、そうです、そうです、ワールドミュージックとして、あと、まあ、あの、菊水丸が一緒にやったりね、一緒にやったりとか、東京殴り込みライブっていうなんか番があって、あ、ね、はい、なんかあれなんかすごいなんか流行った感じがありまして、ヒップだなみたいな、なんかだから、あの、そういう、まあ、これを読んでなんかヒップだからホップをしないでヒップだから、やっぱりそうですね、まあ、僕はヒップホップとかもね、やっぱりこう世代的に好きだったりするんで、あの、そういうのってもちょっとこう、連想しながら見ちゃうんですけども、あの、まあ、そういうのもあったんですけど、はい、まあ、でやっぱり土着ですよね。あの、まあ、だから逆に言うと外に出ると求めるじゃないですか、海外に行くと日本文化みたいなの求めるじゃないですか、だからやっぱりワールドミュージックっていうと、例えば第三世界の音楽っていうのを意識した時に、はい、レゲエだとか、はい、あの、アフロなビートとか意識した時に問われるじゃないですか、自然に。じゃあお前なんやろって言って、そしたらやっぱりそういうとこ一応ね分かるからやってみるってなるのはそれは当然ですよね。すごくじゃあ図式的に言うと熊太郎っていう主人公ですよね、で、まあ、これは河内音頭 の十人斬りを題材にした、まあ、本案小説って言っていいと思うんですけど、熊太郎っていうのは、図式的に言うと周りの、人に比べて非常にこう自弁的であると、で、内省的だっていう、まあ、そういうふうにこう始まっていて、要するに、まあ、自我みたいなものに、まあ、周りとは違ってこう芽生えて、でその熊太郎が最終的に、ああやってこう、まあ、大量殺人をするまでの、はい、まあ、経緯みたいなことをこう、はい、あの、いくというとこなんですけども、はいはい、あの、その辺の、まずその十人斬りを題材に書いてみようかな、はい、今回はみたいなこう思うわけですよね。そうですね、はい、でその時に熊太郎という主人公らしきものがまあいて、はいはい、でそれで、まあ、カーチョンド自体はそんなにこう複雑じゃないわけですけど、まあ、これは非常にこう複雑に、あの、なっているわけですけど、その辺はどのようにこう物語か、物語として書こうかなみたいなことは どのようなことを考えたのとかありますか？これはですね、はい、ほとんど資料がもう何にもないんですよね。でカーチョンドぐらいしかなくて、あと当時の、あ、なんかね、十人斬りの、はい、捜査に関するなんか匿名の喧嘩同人とかいう人が書いた、うん、匿名のものが大阪の中之島図書館にあるんですけど、それはもうほとんど手に入らなくて、で連載の終わり頃になってからやっと手に入ったぐらいな感じで、もうだいぶ終わってたんですよね。だからもう想像力で、うん、想像でほとんど書くしかなくて、ああ、現実を参照にするって言ってもほとんど何も、その人物と、あと出てこないように作った人間もいますから。で捜査のところはだから結構、あの、山狩りのところ、あそこは結構詳細な資料があるんですよ、はい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 、であとは大阪日日新聞っていうのが当時あって、大阪毎日だったかなんか、そのレポートみたいなのもほとんど連載の終わりになってから、手に入ったんで何も参照できなかったんですよね。でだからね、何をやったか準備としては、
もう温度を聞くという、河内温度を聞きまくるという、なんかこの、最高じゃないですか。でやったんですけど、日常的にも聞いて、でその河内温度の魂を浴びながらやると、何の役にも立ちませんでした。ただまあ、いろんな、だから、はい、物語いっぱい隙間が大きいんで、はい、カーチョンドでもいろんな、なんていうんですか、その話が作ってあるんですよね。なぜ、こんなことになったのかみたいな、例えばさっき言ったカーチュア・キクスイマルさんなんかだったら、はい、その谷弥五郎、まあ、男説とかいろいろあるんですけど、あと谷弥五郎が、はい、日露戦争の英雄になるとか、なんかもういろんな後日談とか、あるんですけど、まあそうやってみんな自由に作ってる感じみたいですね、その話は。うん、なるほど。まあ最後もね、あの河内音頭の場面でこう終わるわけですけれども、うん、後日談的な、だからこういうのもなんか書いてその延長に、まあこういう作品があるっていうふうにもこう言えるといえば言える感じですかね、河内の一つの話として、だからその演じ手があのいろいろこう持ったりしながら演出しながらやるわけですよね、まあ、そのなんか本当にヘールスにあの河内音頭と並行してあのこういう作品もあると、河内音頭の一バリエーションとして、まあ、こういう作品があるっていう、だからあの、まあ、菊水馬さんとね、実は何かの番組でその後一緒に何かやりましょうっていう話になった時に、はい、いやいいんですかねっていうのは、あのそういう自分たちのネタじゃないですか、はい、だからいや勝手に小説にしてどうなんだろう、それを実際に演じている人の気持ちって言ったら、うん、まあ、自分たちの著作権はないけど、まあ、自分たちがこう受け継いできたもんじゃないですか、それを後から来た人間が小説っていうその、その形で違うもんにしてしまって、創作してしまって、果たしてどう思われてるんですかねって聞いたら、いやあのとても嬉しかったと、で連載中もそのワクワクして読んでたと、あのもう自分は当然結末は知ってるけど、それでも次どうなるかは気になったっていうふうにおっしゃってくださったんで、あこれは小説書いてよかったなってその時点で思いました。あと、新聞連載っていうのはですね、だいたい期間が決まってるんですよ、1年とか1年半とかで、次の人も決まってますからね、もうだからもう早終わらんと、まあ、途中で最後までいかへんかったら、あとはもうここで出て行ってくださいって言われて出て行ってくださいって言われたんで、途中で実は出て行って、その後3ヶ月ぐらい書き下ろしをやって、それから本にしたんですね。その時に当然話途中なわけじゃないですか、はい、そこで何て書いたかって言ったら、一番ピーククライマックスのところで、なったところで点、ちょうど時間となりましたってやったんですよそしたらあれはやられたって言ってましたね俺らがいつもあの例えば相撲の遺恨相撲の試合で、まあ、あのはっけよいと土俵ので軍配帰った よいしょと立ったところでちょうど時間となりましたってやるあれやられたあれはやられたってこうおっしゃってましたけど、あこれはやったったなっていう感じがしましたね。なんかあ、はい、まあまあ、これはまあ本当に大好きですけども、自分は、まあやっぱりこうやっぱ長いですからね、あの、まあ、一応こうストーリーはあるにしても、はいはい、いろいろこうあの構成みたいなものも、はい、あの苦心されたかなと想像するのですが、あのそのあたり先ほどは、まあ、あんまりこう最初からここあらかじめこうでっていうことはないけれども、とはいえ例えばですね、あの「あかんではないか」ってこう始まるんですよね、まあ、熊太郎というのが乱暴者になって、まあ、無頼者になり果てたと、でなんでそんなことになってしまったのか、あかんではないか、で次の行にと言ってでも一概にあかんとも言えるのはつって熊太郎の話がこう始まり、でだからこれは熊太郎が結果的にあかんことをしたんだけど、あかんのでもないんだぞ本当はっていう話としてこう始まって、でも熊太郎が最後
あの 銃を自分にこう向けるときは、はい、あかんかったっても言うんでね、はい、あの辺とかやっぱすごいこうグッとくるわけですけども、あのその辺はやっぱり意識されて考え最初から計画に入れたかどうかって、まず、途中からなのかとか、それは忘れましたけど、はいはい、まあ忘れてるんですよね大体はね、ただまあ今事故的に思い出して言うとどうですかその場だ、あの夏目漱石の我が輩は猫であるってあるじゃないですか、はい、あれってやっぱりライブなんですよね、そうだからあのライブ感ですよね、はい、だからやっぱりこうレコーディングなんかだとに例えて言うとこう最初からこういうことをやろうって大体のことを決めてて、はい、まあ音を重ねていって最初は何のこっちゃ分からんすかすかやけど、はい、積み重なっていって初めてあこういうことちゃったんかっていうのは分かるっていうような、うんまあ、やり方もありますけど、それは割とライブで撮ったっていう、うん、ライブもうだから書いてる時間がもうその魂が躍動しながら書いてたっていう感じがそれについてはある、うん、大体そうですねでもね、うんなるほど、まあそういうのまあただそれはあの行きどころ決まってますからね、うん、あのまあ、まあ、方向性というか、金剛山に行って死ぬっていうのは決まってますから、うん、で最後の方はねもうねだんだんこの書いてるとそういうふうにして書いてるもんですからその人物に愛着が湧いてくるんですよね、だから殺したくなくなってくるんですよ、ね、あだから嫌なんですね書くのが、うん、だからこう書いてても、うん、こうあもう殺さなあかんなってなったらパッてもうその辺にあるなるべく分厚いなんとかネイさん三島由紀夫伝みたいな、はい、読んだりとかしてでこれを結構読みふけてでまた戻したりしてよう終わったなっていう感じが自分でありますけどねなんかなるほど、まあ、ライブ感覚の方がやっぱり強かったですよね、いやもう本当にうん、そうですねまあそうですねそれはまああとその四辺壁とか、はい、木戸熊太郎が話が通じないっていうのは結構その最初の頃ちょっとこの話の初めのところでちょっと言いましたけど、はい、自分自身の言葉が何も通じないっていう孤独感っていうのは自分もあったんで、割と自分でに近いところもありますね熊田君っていうのは、だから余計に殺したくないっていうのが、まあ印象的なのはその自分の言葉がと何でしたっけ自分の言葉と行動がこう一致して行ったらやばいんだっていうことに途中からなってるじゃないですか、それは死ぬ時だってみたいな、死ぬ時だって、あの辺はどういうつものあれですけども、まあその時の実感ですよねやっぱりね、まだ余地があるかないかっていうことだと思いますけどね、まあもう破滅するにことは分かってるから、なるべくそれを先延ばしにしたいと、そういう感覚はでも熊太郎とかが得意な人間なんじゃなくて、そういう感覚っていうのはおそらくどんな人の中にも多かれ少なかれあるんじゃないかと思いますけどね、いや本当にあの対策ですし、これより長いそうですね、宿屋巡りは同じぐらいですか、まあ、よく言われますけどあの、本の分厚さっていうのは、はい、その紙の種類とか、文字の組み方によってだいぶ変わってきますから、あの単純に何枚って計算したことがないんでページ数とかではちょっとわからないと思いますけど、まあ同じぐらいな感じですか、まあ、本当にあの自分はそうですね、これが出た時はもう町田さんの小説をある程度こう読んでた時期だったので、こんなまあ単純に長編として出るんだということはあのすごく思いましたし、大変楽しく、はい、まあ、おすすめですってこう、そんな言わんでもいいですけど、いや本当に違うんですよこれは、素晴らしい、あれでした、はい、一応3作ですね、はい、あの用意していただいて、はい、あの行きたいと思うんですけども、はい、後半の、はいはい、まあ、あの小説で選んで、まあ、そういう形、はい、まあ、3作と、まあ、いろんなことやってますから、まあ、とりあえず小説でなんとなく一番最初のと真ん中編のと、まあ、割と最近のっていう、はいはいはい、そういう選び方で、後半の愛っていうのは割と最近書いた小説です、こう設定というか、まあ、こう湖のこう、はい、ほとりにあるホテルが舞台になってるっていう3編ですけども、はいはい、書室はバラバラでしたっけ、多分全部一緒だと思います、全部一緒です、はい、
これは、そういう、まあ、連作短編っていうわけでもないかもしれないですけど、このなんか設定があって、そこで別の短編とか、そういう、最初ですね、はいはい、湖畔の愛っていうのをまず書いて、それから次に雨女、うん、湖畔の愛書いて、あのなんか1作か2作書いた時にこれ1冊にしたいから同じ感じでやりませんかねって言われて、多分書いたんだと思いますけどね、あの設定、じゃあ設定同じでやろうってみようかっていう、人とか最初書いた時はもうそれで終わるつもりだったと思います。1作だけで湖畔の愛っていうの書いた時に、あ、じゃあそれをこう設定広げてっていう、それはどうでしたか、あのやられてみて。そうですね、まあその時点ではまあ湖畔っていう言葉がまず好きだったんですよね。湖畔、湖畔って言います？まあ言わないですね、言わないですよね、日常では、はい、でなんかあの美人がうちわ持って浴衣着てなんかこうあるじゃないですか、あれ、あれ湖畔って言うんですね、あれね。ああ、湖畔っていう、ね。あれしか思い浮かばないですね、湖畔って言うとね。湖畔。で、割とそういうその面白いなと思う言葉が見つかると、うん、小説書いてみたいなっていうのはあるじゃないですか、タイトルだけでも。そういう意味ではタイトルから考えていったっていうか、そういうところはありますね。湖畔っていうことをとにかく表現したいと。湖畔とは何か。湖畔が一番あるんですね。それでまあそれからまあいろいろ印象が広がってたんですけど、まあ家の近くに車で30分ぐらい行ったところに、湖畔がありまして、その湖畔は、周りにホテルとかありますから、あと湖畔の周りには時々ホテルとかありますよね、なんか中禅寺湖とか行って、そういうところに泊まったことも昔あったんで、なんかそういうことを、ホテルって思いついて、でそうするとまあその頃ですね、非常にこの吉本新喜劇を見てたんですね。で吉本新喜劇は好きなんだけど、はい、あまりこの真面目に論じられないというか、はい、あのそんなにみんなゲラゲラ笑っては見てるけど、うん、これは何なのかっていうことを自分も考えたことないし、うん、ただ見てたら何か考えるんで、その見た考えをこんなものなのかなっていうのをちょっと表現してみたいっていうのはありました。あ、例えばそれはこれが正しいのかどうなのか分かりませんけど、例えば阿部一茂さん、はいはい、の小説は非常になんかこう映画みたいですよね、はい、うん、でそれが意味あんのかって言ったら意味あると思うんですよね、はい、だからそれは現実を見て現実に参照して小説を書くのか、だからそうなんですよ小説は。でも そしたら別に、花、植、俺は植物しか見ない、うん、って言って高浜虚子みたいにその植物だけ見てあの俳句する人もいますよね、虫と植物以外禁止みたいな、虚子みたいに、それはそれでまあいいじゃないですか、まあそうですね、好きにすりゃいいじゃないかって話じゃないですか、そうですね、だからそういう意味でこの映画を見て小説書く人もある、だからフィクションを見てフィクションを思いつく人もいるというふうに思ってやりたくなったんだと思いますね。ごめんなさい、今の話だと町田さんはじゃあこう現実の何を見て、その新喜劇を見てってことですか今の話。そうですね、新喜劇を見てっていうか、まあ、何か新喜劇見てこのっていうんじゃなくて、なんか頭の中に新喜劇が思い浮かぶ、はいはい、的な何かっていうですね、あの湖畔の愛は、まあ、あのお笑い自体もかなり、まあ、モチーフとして出てきますけども、そうですね、あのこれ面白かったですね、演劇研究会が来て、演劇研究会は、しかしなんか演劇っぽいことをやるようだって感じ で、まあ、なんでそうかその名台詞を日常的にこう口にしてるうちに、うん、まあ、そうなっちゃったんだみたいな、うん、
あの辺で、その後に、漫才対決じゃないですけど、お笑い対決、お笑い対決になって、でその伝説の OB みたいな、うん、横山ルンバ、うん、これもちろんまああれなんですかね、新喜劇っぽいって感じなんですかね。まあ、ルンバ、横山ルンバって割と伝説の人っていうわけでもないですけど、まあ、横山っていうのは漫才の名前ですから、あ、あそうか、そうですね、そういう、なんかよ、うん、横山ルンバっていそうだなっていう感じですかね、うんうんうん、でまあこれのあのその、うん、まあ読んでらっしゃらない方に説明も込みでなんですけど、うん、そのお笑い対決になるじゃないですか、うん、でその時に、大野ホセアというのが、うん、まあこれがかなりこう最人なわけですね、うん、お笑いの天才で、うん、こう昭和の明治の DVD を見て、うん、でその呼吸とか間合いをもう瞬間的にこう得得して、うん、で最初は逆に 0.05 秒ずらして、うん、わざと受けないようにするんですけども、うん、まあその後にこう大爆笑にこうなっていくっていうのがあるけど、うんうん、まあその時にやっぱり言葉が口から流れ出ていったって、はい、まあそういう感じがあって、はい、で勝手に体がまあ動いたんだっていう、はいはい、まあちょっとなんかそのトランス状態じゃないですけど、はいはいはい、で、まあ、この瞬間とかこう見てると、はい、あの町田さんの小説をこう自分としては読んでる感じだなって思うんですけども、はいはいはい、こういうなんかトランス状態みたいなこと、うん、あの熊太郎の殺人の時もそうだったと思うんですけど、はいはい、そういうのも結構ずっとあの出てきますよね。あのね、トランス状態で、ね、あのパンク侍切られてそうの、はい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 、あれやってる時はあのやばかったですね。町田さんが最後の、トランスで書いてある。あのね、いやそんなつもりなくて冷静に書いてるつもりなんですけど、あのその時は。午前中仕事して、はい、で昼からなんか用事があって人と会わなあかんとか言ってこうシャワー浴びてたんですよ、はい、そしたら、まあ、この頭の子がベコベコになってて穴開いてるんですよ、はい、でなんか水がぐわって脳に浸込んでて先生ってあやばいと思ってでもうやめて、ごめんなさい、どういうことですか。それでシャワーでその頃はちょっと別のところで仕事してたんですよ、家で、はいはい、でそこでわーって終わって帰ってくると、パッて入った瞬間、前だったら猫がわーって帰ってきた帰ってきたって寄ってくるんですけど、はい、猫が顔を見るなら一斉に逃げていくんですよ、なんか、はい、その時期は。で、あの頭ベコベコになってるし、はい、なんなのと思って、それは書いてることと関係あるとは思ってなくて、何らかの疾病だろうと思ったんですけど、でそれだいぶ経ってから保坂和志さんに、はい、なんかどっかでおて、その話したら、はい、それはお前あれだよ、中澤とかが言ってるやつだよとか言って言われて、つまりなんかそういうチベットとか行って修行するとここのここが開くみたいな、なんかそういうことやぞとか言われて、で自分では意識してなかったけど、ああそういうことやったんかみたいな、開いたってありましたけどね。でそれで書いたの、その時がそのパンクが、その補正屋状態、いや補正屋状態、いやもうあれはとか町田さんにも、あのパンク侍の中でそういえば、うん、あの言われて思い出しましたけど、うん、いやだからそれこそ今の話につながるのか分かんないですけど、うん、だから湖畔の愛の中では雨女の話なのか、はい、龍神に祈る時に、はい、頭の子がやっぱここが穴開いて、はいはい、ガリガリガリってやって、はい、こうベロってめくって、はい、内側と外側がこう、はい、ひっくり返して、はい、あの頭の中の方がこう外にこう広がっていくっていう、はいはいはい、そのイメージもあそうですね、それは保坂さんの話なのか、はい、なんかね、パンク侍にもなんかそういう、パンク侍にもありました、うんうん、だからやっぱりそういう、はい、あと告白のその獅子舞のところも、うん、はい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 、あの告白の獅子舞のところはでも参照したものが一つあって、はい、三島由紀夫の、はい、美しい星、はい、美しい星、あの SF に出てくるのにちょっとはっきり忘れたんですけど、なんかそういうものがあったような記憶がちょっとあるんですけどね、うんうんうん、ちょっとそういうのもなんとなくあったような気がします。なるほど、なるほど。
なんかまあ、これも、勝手に言いますけども、陽明学っていう、まあ、思想がありますけど、はい、知行合一っていうんですよね、はいはい、知識の知に行動の行にそれが合一するっていう、はいはい、でまあ、この先も合一っていうのが、はいはい、やっぱりこう頭と体が合一してやばいことになるっていう、まあ、それもちょっとね思い出したりしたんですけども、はいはい、そういうなんかこう、まだ知行合一はだからあれですよ、陽明学は僕は本当のこと言いましょうか、一行も読んだことないですからね。ありがとうございます。知行合一、そういうのでの知行合一はやっぱりそのちゃんとライブとかやってるときは知行合一状態になってると思いますけどね。知行合一はまあとりあえずこうなんていうんですかね、暴走するから、まあ、やばいということにも一応やばいでしょうね、わけなんですね。だけどこう世界が、うん、つまり世界がそういうもう流れとしてあって、うん、そこにこう自分がこう関わって、うん、でそれで自分が行動する、考えて即行動するみたいな感じで、道元が革命家になったみたいな感じ でもそういうことで、そっちのラインの革命思想なので、本当にそういうことだと思うんですけど、まあその陽明学感は結構ずっと感じてはいますけども、まあ、一行も読んでないということで、ありがとうございます。いやでも本当に僕は勝手に言ってるというわけというか、もともと自分は評論のデビューが町田公論ということで、まあ賞をいただいたところで、本当にも勝手に言ってるだけなんですけども、はい、ただでも、言えるのはやっぱり、なんていうんですかね、そうやってこう、まあ熊太郎もそうだと思いますし、はいはい、今の話もそうだと思うんですけども、はい、まあ、何かしらこうなんか自分の個人を超えたエネルギーみたいなものが満ち満ちていて、はい、でそこにこう言葉とか行動でそれが一瞬こうワーってなるっていう、でそのワーってなってるっていうところが、まあ、僕からするとやっぱり小町田さんの小説の一番こう、はい、ああいいなっていうふうにこう読んでるなって思うところですね。そのワーは知行のやばいところなんですかね。まあやばいところだと思いますね。いやそのワーが問題なんですけど、ね、ワーが問題なんですけど、でもワーがやっぱり味わいたくて、やっぱ読んでるなっていうところもあって、はい、で実感もですね、実はそのいろいろとこう考えてはいるんですけども、はい、朗読を、はい、していただけるということで、はいはい、で今でまあ直前にもう選んでくれていいですよということをおっしゃっていただいて、はいはいはい、でまあ本当はちょっとこの3冊から選ぶのが筋かもしれないんですけども、はいはいはい、今言ったその和感かもしれないんですけど、つくも神、はい、を書かれてまして、はいはい、単行本では記憶の本です、はいはい、つくも神のそのこれ何と説明すればいいんでしょうか、わーっとなってると思う。こう物と人間がこう、そうですね、戦うというか、はい、おとぎ同士の中に出てくるやつで、はい、あ、そうですね、はい、物が100年経ったら意識を持って持ち妖怪化するという設定の、で、っていうものを現代の言葉で書き直したやつですね。いやもう本当にこれも面白くて、その、まあ、ハイライトといいますか、はい、戦闘シーン対決シーンがあるので、はいはい、それをぜひ私の方からちょっとリクエストさせていただきたいなと思います。一応ページはここからなんですけども、はい、終わりはもう、あ、ここからですね、はい、そうですね、分かりました、はい、ではよろしくお願いします。広報年間のある日、鴨の河原で二つの集団がにらみ合っていた。変化大名人氏子、鬼仏派と一連教団人間派である。鬼仏派のビームによって炎上した川には水ではなく紅蓮の炎が流れていた。両岸の土手は自然にはありえないサイケデリックな色調となり果てていた。空で大仏と内臓と概念が笑いながら仲良く踊っていた。人間派は整然としていた。ごま団を築き、総意に準じた総意をまとい、
列をなし、異議を正して功を訓じ、独教していた。独教は強大なパワーを発し、周囲を圧倒、一つのバリア空間を構成していた。何もかもが対照的で直線的であった。奇物派は雑然としていた。どこにビームが飛ぶか自分たちも分かっていないように見えた。服も列も形状も形態も共通点が何もなかった。大きさも重さも意味がなかった。ひっきりなしに発光し、震え痙攣し、爆発していた。何もかもが非対称で曲線的であった。ビームは強大なパワーを発し、すべてを変形させ、変わったものをさらに珍妙な形態に変えていた。一連がマイクを取った。内心の復讐心を隠し、いかにも慈悲の心から人道とか人権とかも十分意識して言っているみたいな一連の声が河原に響いた。いつまでこんなことを続けるんですか。もうやめましょう。この先に一体何があるというのですか。こんなふうに世の中をむちゃくちゃにして一体何が面白いのですか。復讐ならもう十分でしょう。私たちはもう十分に苦しいんだ。これ以上私たちを苦しめてあなたたちに一体何の得があるのですか。もちろん私は悪いと思っている。あなたたちに悪いことをしたと思って反省している。だからこんなことをされても耐えてきた。けれどもこれ以上やるというのなら私たちにも考えがある。私たちは戦わなければならない。私たちにはその覚悟がある。違いますか皆さん。とそう言って数珠は左右の土手を見た。左右の土手には今日のこの決戦の行方を見届けようとして集まった約10万の市民がいた。市民は狂熱して拍手した。口笛を吹き鳴らす者もあった。数珠は実に良い気持ちだと思った。この瞬間のために俺は意識を持って生きてきたと思った。六尺棒がマイクを取った。ははは、相変わらずバカな数珠だな。人間に褒められるのがそんなに嬉しいのか。あいつらがお前を支持して拍手したと思っているのか。よく見ろ、弁当食って酒飲んでんじゃねえか。芸妓はべらしてんじゃねえか。死ねえやこら。己の言葉に興奮した六尺棒が土手に向かってビームを放った。30人が死に、15人が重軽傷を負った。近くにいた者は悲鳴を上げて逃げ惑ったが、対岸の群衆はゲラゲラ笑ってこれを見ていた。エンターテインメントのためだったら死んでもいい。それが王城の地の成熟した市民の人生哲学なのか。それを合図に人間派の独教が高まり、本格的な戦闘が開始された。巨大な昆虫が鳴くような飛ぶような音がした。奇物派より放たれたビームが人間派の方に飛んだのである。群衆はこんなビームを食らったら消死するか、あるいは訳のわからぬものに返上するか、どちらかでしょうと言い合ったところが、一連教団だって無駄に修行していたわけではない。というか思いが純粋な分、利権まみれのメジャーな教団よりも霊力には優れており、独教によって形成された透明のバリアが
ビームを跳ね返してその地点に火花が散った。こんなところでよろしいでしょうか。はい、なんか パンクっぽい感じのなんですか、この多分ちょっと後で、はい、おいおいとかっていうじゃないですか、はい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 、あの辺とか面白いですよね、はい、うん、パンクはね、もうだからそういう意味ではそういうもんになってますからね今もねはい、すいません、あのそのつくも神が、はい、あの自分は好きなんですよっていう話を、はいはい、どっかでできたらいいかなと思って、まあ、これを持ってきまして、はい、で朗読、はい、あの知ってくれと、あのしていただけるっていう時に、はい、あの、まあ、選んであのくれていいですよということをおっしゃっていただいたので、はい、まあ、あの誠にあの自分の好みだけで、はい、あの選ばさせていただきまして、あの見ている方も、はい、あのいろいろこう告白聞きたいとか、あのあったように、という意見もあるようですけども、あの、はい、それも自分の、まあ、あの、はい、それもそのうちまたね、うん、はい、ということでですね、あの時間としては、そろそろ90分というところで、はい、あの一度休憩を、はい、あの入れたいと思っております、はいはい、では前半戦どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。